はいこんにちは大竹誠です今日は8月の26日金曜日、えー、諸事情が絡みまして <laughs>、えー、今日のパートナーは <laughs> はい水曜じゃないよ金曜だよ伊藤あ子ですはい、えー、困った時の伊藤あさこね <laughs> どう,うございます久しぶりですね引、うん、き続きい,いただきます <laughs> はいよろしくお願いしますお願いしますはい私の横にははいこんにちは文化放送アナウンサー鈴木純子ですお願いしますはい えー、そして今日の金曜日はこの方も頭から一緒です。はい、青木おさんです。はい、いよろしくお願いします。お願えっとあれだね、えー、なんかむろ、はいは報告ではちょっとまあ元気なんだけど、ちょっと熱が出てきて、うん、鼻水が垂れてると。あ、うん、<laughs> そういう報告がありました。<laughs> 垂れてるの？鼻水が垂れて鼻水が垂れてます。うんうん、はい。えー、だからでも。 なんかあれ発熱から10日前後みたいなことじゃなかったって、はいまあ、僕の友達は結構ひどい目にかなりひどい目にあったって話と、うんはい、もう一つは何の症状もなかったって話も来てるんですけどだから室井はもしかすると来週も多分駄目かもしんないなと。はい あそうかあ<の>日数的に日,日数的にね。うん、症状がある人は10日間そうですからね。うんうん、だから、うん、まあ発症した日から数えて10日間だとちょっと難しいのかもしれない、ねうんうんうん、そうですね。まあそんな感じなんで、えー、来週も。うん よろしい。あ、あき。あき。すぐ来ちゃうんでしょすぐ飛んできちゃう。んでしょまだ私知りません。分かってませんけど。きつくならないといいですね。そうだね。はい。せめてね。人によって、もう症状が全然違うからね。 全く無の人もいましたよ最後まで無で家族お子さんと寝てたのにお子さんも出なかったからもう偽陽性だったんじゃないかっていうぐらい無だった方もいらっしゃるしなんか最初は夏風邪だとか言ってたらひどくなっちゃまあ今日担当してるね作家の人はお子さんが2人とも40度の熱出て大変だったっていう話をしてたけどね。 まあ、このばらつきがちょっとねだからなんか全数把握みたいなことに、ねうん、なっちゃっていいのか悪いのか私はちょっとよく分かりませんけどもただ全数把握にすると、まあ、漏れ伝わってくるところによるとそれではこぼれてしまう人がいると。 いう話は聞いてるんで、東京都はそれしないって今、言ってますけどね。個人で本当に個人差があるっていうことと、だからちょっとね、心配なのは室井さん、持病があるじゃないですか、だから持病があって重症化すると大変なこともあるのでね、だから本当、大事にしてほしいなと思いますけどね。まあね、元気なんだろうけどね、あの人は元気な人だからね。のイメージですよね、やっぱね。 も今日はんかちょっとすっきり見えますがあれじゃないですかずっと退院してから要は両方松葉杖だから買い物行けなかったんですよ買い物袋も持ってないしカゴも持ってないからずっと出前ばっか頼んでたのをおととい森さんち村上がお見舞いにうち来てくれて。 酒持って食材持ってが先ね酒持ってと酒を何本も何本も食材の方が少ないし買えないだろうっつって重くて持てないだろうっつっていっぱいワイン買ってきてくれてそれでなんかいろいろご飯も作ってくれて久しぶりなんか家庭の味人んちの家庭ですけど村上の味はいムーさんの味食べてしかも残ったお野菜もいっぱいあるんで。 出前ばっかしだとなんかやっぱちょっと美味しいんですけどねほら出前も結局お店で作ってるご飯だからもう手作りっちゃ手作りだからまあそうだよな何にもないはずなん何でしょうね何かがなんか飽きちゃうっていうかだから毎回 小峠君か誰かと喋った時に器に飽きてんじゃないかっていう話になってああいうなんていうんですか発泡スチロールとかプラスチックの器で来てることがもちろん当たり前なんですけど皿に移し替えようがな何しょうあのビジュアルにんか心が折れてるのかなとか言って「おいしいのにね」っていろんなお店の味食べてるから起きるわけないのにそうだよなんだろうっつって。 なんか美味しい気がするよまあ出来立てっていうのもありますしね厨房からすぐだもん出前って言ってもいろいろあるじゃないですか今なんていうのいわゆるウーバーみたいな宅配もあるからいろんなもの食べられるんですけど何食べらっしゃたんですか出前って出前は私はなんかやっぱ酒飲みであと入院中に味が薄かったっていうのもあってお料理のだからもう中華イタリアン タイインド、うん、ちょっとアジア多めですけど <laughs> アジアを回りましたね各国まだちょっとシンガポール行ってないんですけどね <laughs> 確かにそうやって口に出すとめあと韓国も行きましたね <laughs> 韓国行きましたか <laughs> はい、うん、あのーうん、韓国はなな何を食べたん韓国海鮮チーズチヂミですね <laughs> <わー> <laughs> <laughs> でもやっぱね当たり前だけど一人で4分の1ぐらい食べりゃもうおんかいっぱいなんですよね、うん、チヂミってね どうしてもほら一枚で来るじゃないですか。ピザとはまた違うから。あ、まピザも。今あれなんですね。僕頼んだことないからわかんないんですけど、あの、ウーバー系のやつやったことないんですけど。出前っていうと、なんとなく、そばか。はい。まあ、贅沢だと寿司とか。はいはいはい。うなぎとか。ラーメンとか。ラーメンとか、それくらいしか思いつかないですけど。はっきりはしてもらいますけど。古い。大竹さんに言われちゃった。え、大竹さんもそんないろいろ出前と食べちゃった。大竹さん。 これはお家のごはんが僕も出前って家で取ったことないですよそうやっぱり独り身のねやっぱ頼るものはこれだっつってああそうか古いですよね古いですよねだからスーパーのもんとかも買ってきてくれるんですよコンビニのものとかその出前が今から考えると子供の頃ね小学校4年かな5年ぐらいの時におそば屋さんはあの かき氷を出前してた。東京は。ええー。ち,ゃちょっとその記憶ないです。いや、もう、ものすごいスピードで。<laughs> そうでしょうね。自転車で。ものすごい、だ、うちだって、その、ね。まあ、かき氷の。出前とか贅沢じゃない。出前だから、誰か、なんか、お家にお客さんがお見えになって、夏場だと。じゃ、あの、蕎麦屋さんから、かき氷でも取りましょうかっていう時が。まあ、めったにないけど、<え>たまに。氷を

氷、ね、氷屋さんの配達だからにね、あ、大竹さん、言ってもいいですか。うん、古い。ああ、言い返されちゃった。古いよ。冷蔵庫じゃないっていうのは、一体、何年頃の話なんですか。氷屋さんね。えっとね、俺が小学校四五年だから、何歳、十歳ぐらいだから、うん、今七十三だから。うん、えっと、六、六十三年前の話です。<laughs> すごい。 50年代らですね年代後半60年くらいですかね。だってあれだ冷蔵庫があって冷蔵庫の下に氷が溶けるからそれを受けるこのマークの水受けの薄いお皿が置いてあってそれを捨てるのを子どもたちの係みたいなね。でそれ電気冷蔵庫になってもありましたよ私がちっちゃい頃 冷蔵庫の下になんか水がたまるんですよあの多分冷房の室外機じゃないですけどなんか作り的にあるんじゃないですかそれをあさこ知らんは古いとか新しいじゃない知らんだそんなのは知らんなかったでしょ勘違いかなでも氷で冷蔵庫冷やしたんだったらかき氷は出前取らないでその氷をすればいいじゃないですかそれはカチュアリ かち,割かち割りですそれは氷を砕いて、ええ、まあ握り拳でちょっと大きいぐらいにしてああそれを布巾で包んでああそれを左手に持ってあああの野山を駆け巡っておりましたえすごいそれなの食いながらかき氷 <laughs> じゃ氷の塊。えー 古い。<laughs> <laughs> お弁当みたいなもんだ。山登りのお弁当が氷のかけらだったんだ。まあでもそ,そんなんもまあ古いって言われてもしょうがないけど、あっ、うん、たり前だから。近所はみんな、うん、子供たちはみんな手にかきご氷の塊持って野山を駆け巡ってたもんです。うん、え、あの大竹さんのちっちゃい頃あれないんですか、うんうん、私の世代だとあの、うんうん ペンギンの目がこう動くようなかき氷機が家には一個あって、あったあった。そういうのないか。あれはじゃあ、あれちょっと待って、青木さんは今おいくつ？僕55です。だからそうなんだ。朝子さんとあ、ここ一緒なんだ。はい。まあ鈴木さんにお伺いちは悪いけどね。え、私あの朝子ちゃんと同年代一緒です。はい。ためです。なんでみんな世代一緒ですね。ペンギン知ってますかそのペンギ目キロッキロッってあの上。 氷ガリガリガリって書くとキョロキョロキョロって動くいや,いや俺知らないけどそんなにあれでうまくできなかったんじゃないのそんなまあ今のいわゆるなんかふわふわだとか食べて頭がキーンとならない氷ってことは知らないけどまあでもあのそのそ固める氷にオレンジジュースにして固めて書いたり それはちょっと高級ですよ、僕はいわゆる赤かレモンいちご味とかメロン味塗装する色のついた砂糖蜜かけて食ってましたよ。ここはちょっといなんかそのペンギン用の固める器があるんですよ、氷をね、丸く固める、はめ込むためのそれを水じゃなくてオレンジジュース。 30%ぐらいのね甘いやつ入れてしゃしもう本当古くて申し訳ないけどね今の冷蔵庫はもう氷勝手にできてできるね落ちてくるじゃないすごいじゃないあれ私も今年の春かな買いましたよとうとう 氷が自然に落ちてくる。ちょっと買いました。遅遅くないですか。遅いのかな。遅いのかな。それまではあれですかあのいわゆるそうですあの十個なんていうんですかああいうの氷皿清氷皿だからあの水道の水汲んでこぼさないように中入れてちょっとこぼれんねあの冷凍庫入れるちょっとこぼれるねあれで暮らしてましたけどでそのこれかかちょっとねじ曲げたりとかして って取るやつねだけどなんかベリって取れない日があって何が悪かったんだっていうそのはあは俺はあれですあの23市ですそれはそれやってたのはいバリってやってたのに冷蔵庫があってただですねその頃は冷蔵庫の冷やすところにたくさん霜がつくんですよがね

すごいですよね。でほっときすぎるとそれこそ製氷皿とかがその霜にどんどん飲み込まれてくっていうか剥がれないぐらいその霜に覆われてってね入れる場所なくなっちゃうここに何かがあるっていう製氷皿になるこが古い古い古すぎる新しい話しなくちゃダメだね古いんじゃなくてそれでお酒たくさん飲んで はいいただいてそれで今日はちょっとすっきりしてるんですかすっきりしたのかな久しぶりに家庭の味を食べたからちょっと健康的になったのかもおかかいっぱいかけてねあのゴーヤーチャンプルそうだね今の子供たちはどうしてるか知ってる今の子供たち今の子供たちはいうことですかそれだよ今の子供たちは給食にデザートがつきますはいはい 知ってますかそういうのあなたたちの頃は給食にデザートついてましたなんかおひな祭りの日とかつきましたああんかいい日いい日って言ったらんだけどなんか特別なおひな祭りしか覚えてないけど三食ご飯にそぼろのなんかついてた気がすんだけどなあとヨーグルトとかたまについてたあヨーグルト瓶の瓶のはい瓶 返すやつですね牛乳屋さんにまたヨーグルトなんてついきましたか僕ついた覚えないなどうせないでしょいいとこの子だ学校とかもお嬢様学校みたいなところでしょでも公立でもたまについてましたヨーグルトあるでしょたまにですけどねいや僕の学校僕長野なので 記憶のほとんどです。せいぜいあったのはリンゴ。ああ、長野の。美味しいね。塩水につけたリンゴとか。そうなのよ。色変わらないようにね。あれなんだろうね。子供はそこ嫌でしたよね。塩味。あと牛乳に混ぜるなんかコーヒーの粉とか。ミルメク。あ、ミルメク。か私それ知らないんですよ。あ、そんなことやってた。なんかいちご、いちご牛乳になりコーヒー牛乳になすごい憧れてるんです。よ 俺らも脱脂粉乳だから全然んたたちゃとリアルな声を聞い脱脱脂脂粉粉乳乳給食のおばちゃんが焦がしてね焦げた匂いする脱脂粉乳から焦がすんだよあれをあれってんかお湯に入れるんですかいや知らねえもとは知らないけどなんか焦げてんだよ脱脂粉乳がやっぱ牛乳とは違うんですねそれでまあねそれで今の話ですけど今日新聞見てたらニュースがあって なんかこうお金が足んなくあの地方自治体がなんかこう給食費が高くなると、うんうん、給食費を値上げしなくちゃいけないとまあそっかいろんなものがね、うん、値上がりしてだからでねで値上げすると、うん、だけど値上げしないでいくにはどうしたらいいかって言ったらデザートをなくすと。 これ、徳島県なんですけれども各地で給食費の値上げが広がっている中給食費を据え置くところでもデザートを減らすなど対応に迫られていることが分かったということです。自治体は値段を据え置く方針のところは食材を安いものに変えたりデザートを減らしたりするという物価高いの対応に迫られていいるととうこなんですね今、デザートって何が出るの いろいろ出ますね。何があったんですか。今何あのね何が人気なのか。今小学校クリスマスの時なんかにはちゃんとケーキらしきものも出てええ本当？たまにクリスマスケーキはい。ブッシュドノエルすごい。まあそこまでいかないかもしれない。普段は普段は何なんかババロアみたいな。ババロワ出るのかねなんか今の子ババロア知ってるかな。あの夢のデザート。はいプルンプルンしてね。 家庭の事情とかいろんなことあるかもしれないけど、うん、急そういうのがデザートがもしついてたりするんだったらね、うん、何がついてるかわしは知らんけど、うん、そのデザート抜かれたらわしだったらたまらんよそれは <laughs> 給食の、うん、今まで定番だった、まあ、例えばそれがババラオだったとすると「うん、今日からバババラオがありません!」みたいなことで言われたら。うん もうあ,あれだよ俺もストライキかなんかデモ,デモとかやるような画用紙に「ババロア」って書いてるまあ、うん、だからおかず減ると今度お腹すくからとかわかるけど、ね、まあ栄養のバランスからいったらどう考えてもそういうのを一番先に削るだろうなとは思うけどただこれあれですよねあのこれ NHK のなんかね徳島放送局のドーム調査のようですけれども NHK が「 徳島県内24の市町村に聞いたら、うん、3つの自治体が値上げ、うん、あるいは値上げを予定しているだからまあ、ね、原材料費上がってるし今だったら例えば燃料費なんかも上がってるので、うん、まあ上げざるを得ないでこうなってくると、うん、上げらんないと何減らすかっていったらこれおそらくカロリーとかはきっと決まってると思うんですよね。てということに、うん、なっちゃうんでしょうけれども、うん、でもた竹さんの言うとおりちょっとかわいそうっていうかあの。 関係ないんですけどあれ前にっていうか今まさにこれやってるんですけど防衛費を倍増させるって,言って、ねはいうね、ん、今5兆,兆4000億か 5, 5兆数千億なのを倍増させたら10兆になるんだけど、はいうん、そうすると今日本は防衛費世界9位なんだけど一気に世界3位になるんですけどね、うん、でもそれやろうって言ってるわけなんですけど、うん、でもこれ小中学校の給食無償化をもしした場合かかるのがいくらかって言ったら5000億4386億でできるんですよ。 そうなの、えー、で今給食費みんな払ってるじゃないですか。うん、でもあれ結構ね本当に貧しい家なんかは、うん、それがものすごい負担で,、うん、で払えなくてて学校の側ももちろん督促しなくちゃいけないんだけど。うんうんうん 払えないなんていうような家もあるみたいだからまあ僕なんかに言わせれば防衛費に5兆も使うんだったら給食小中学校の給食無償化した方がいいんじゃないのそしたらこういう悩みもねデザートがなくなるなんてこともなくなるわけだからねその防衛費も内訳が分かんないしねそうですね内訳何に使うか分かんないしだからひたすらまずだから倍増するんだっていう話が先にあってこれからどうするんだみたいな話をやるんだけどそんなのに使うんだったらこれう あの防衛費倍増の時にこに東京新聞が、うんあのー、記事にしてるんですけれども日本ってその防衛費はこれ今もう9位なんですけどさっき言った通り、はい、でこれ倍にしたら3位なんですよ、はい、アメリカ、中国についてなんだけど、はい、でも教育関連予算って OECD の中でもそのこう平均以下でね給食の無償化にかかあのもしやるんだったら。うん さっっき言った通り4386億円なんだけれど、うん、例えば大学授業料の無償化っていうのも、うんえー、兆ででできるんですよ<ー>だから5兆円もあるんだったら大学授業料も無償化し、うん、小中学校の給食も無償化する、うん、それ両方やっても2兆に数千億でできるわけですよね。だからそっちの方が まあ今財政非常に厳しいので、それをやるべきかどうかっていうのは議論あるところだと思うけど、でも防衛費増やすんだったらこっちの方がもっとね深刻な問題じゃないのっていう気がしますけどね。まああの北欧だったっけ、ヨーロッパだったっけあの西電とかノルウェーだっけどっちか忘れたけど大学も全部ただですよね。無償、うん、です無償です。えー、全部ただです。一方でだからね大学あの先日たまたまこの後の番組のあのオイディアクリエイティブいでちょっと議論したんですけれども。 大学のそのとにかく受験するのでもう1個受けるのに4万5万とかかかっちゃうわけじゃないですかだからその負担もすごいしこの番組の作家の子もあれでしょ今40過ぎだと思うけどつい最近まで奨学金の返済してたってだからやっぱり大学全額無償化できるかどうか財政状況も考えてっていうのは難しいところもあるけれどもでも。 ねえやっぱりその負担の大きさを考えると、うん、こっちの方がよっぽど喫緊の課題じゃないのっていうふうに思ってる人は多おっしゃるとおりね。うん、はい。まあそれがこうどん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 先っちょまでいくと、はい、ババロアがなくなったっていう <laughs> はい、はい、話になっちゃうわけだよね <laughs> しかもな毎日デザートが出てるわけじゃなくてだいやだか1か月にね、うん、1>, 1回ぐらいのそうそうそうだ,だからそれ代弁し時とかね。うんうん 青木さんにしてみればあれだよビール飲んだ時の枝豆がないってことだよ最悪ですよねまあ怒り狂うよこの人だって私もじゃあそこは乗りますよお前ゴ,ゴーヤーチャンプルでゴーヤーがないみたいなあもう<前>それはもう全然話が違うんですよ <laughs> はいね、まあ、ピ俺の場合はピザ頼んだらチーズが乗ってないみたいなことだよねそんなふうに思いますけどねれれのこの辺もやっぱしあれだよねうん いいろいろ、まああのね、自治体もお金がないとかもう大変だろうけども、はい大体教育費がねな確かねもうすっごいダメなんだよこの国ねだ,教育にだから親に負担が思いっきりかかって。 そううなっちゃうんだよねだから貧しい、うん、本当にその子供の7人に1人が貧困だって言われててね、うんうん、これもちょっとこじつけっぽい話になっちゃうかもしれないですけれども、でも例えば、あの安倍首相が打たれた件でもね、うん、まあ,あれあの、統一教会にこう献金しちゃって苦しかったっていうことがあったじゃないですか、はい、でも大学なんかの授業料までこう無償化していれば、うん、彼の人生ももうちょっと変わったかもしれないですからね。そうだね、うん、はい えー、まあ国のお金をね、はい、まあどう使うかってね、うん、一生懸命考えて、うん、本当にこうちゃんとマイノリティまで行き届くようなお金の使い方してほしいよね。うんうん、はい、鈴木さんお願いします。はい、今日のラインナップです。うん、まず東京新聞の一面から、えー、原発政策、岸田総理が突如転換、うん、原発への依存度を下げると訴えていた岸田総理が唐突に 原発の運転期間の延長に加え新増設や建て替えを検討する方針も表明したということです、うん、また東京新聞のえっ、ー、と違う面にはですね、うん、国民に問わず独裁的、うんえー、政府が示した七機の原発再稼働方針の一つに挙げられています、うん、茨城県東海村の東海第二原発の地元では怒りが湧き上がっているということです ここちらののの原発の30キロ圏内人人口は全国最多94万とということです、うん、そして次に東京新聞から国税庁が若者らにお,かお酒の消費を促そうと進めている企画の募集事業をめぐってアルコール依存症の患者を支援する団体などは患者を増やす恐れがあるとしてきょう中止を申し入れるということです。うん そして、昨日告示された沖縄県知事選、朝日新聞からですが、えー、候補者3候補で揃いました、うん、玉城デニー氏、佐喜真敦氏、そして下地幹雄氏です。三つへの戦いとなりました。 えー、アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画阻止でまとまる現職らオール沖縄勢力と移設を進める岸田政権の対立構図が鮮明ということです。えー、また沖縄でも、えー佐紀真えー、厚志氏が、えーとですね、こちら 赤旗新聞なんですけれども、うん、統一教会系のラジオ番組にゲスト出演していたことが分かったということです。うん、沖縄のコミュニティ FM ラジオで放送している旧統一教会系関連の番組にゲスト出演していたことが分かったということです。はい、旧統一教会系はあのラジオ番組まで持ってたっていうことかい？それははい。はい。ええー、そして。 東京新聞、こちら特報部から、えー、札幌市長、なぜ今、IOC 訪問とありまして、うん、昨日の記者会見で札幌市の秋元市長が来月、うん、ドイツ・ミュンヘンを訪れるのに合わせてスイス・ローザンヌの IOC 本部を訪ねるという方針を示しました。秋元市は欧州出張のついでを強調し トップとして、えー、札幌の状況を直接お話しできればと意気込んでいます、えー、札幌オリンピック招致に向けてということなんですね<ー>、えー、市長が今会うべきはバッハ氏ではなく JOC や大会組織委員会の関係者なのではないかという声も上がっておりますはい。そして最後になりますが、うん、安倍元総理の国葬の費用が2億5000万円ということ えー、かかるということが閣議決定されたということなんですけれども、えー、東京新聞の記事には、えー、安倍元総理の国葬にかかる費用って、えー、吉田茂氏の国葬を振り返って考えたという記事の中で、えー、各紙の世論調査にも言及しているんですが産経新聞の調査でも反対が多数だったということで強行すれば支持率急落という記事があります、うん、こういいっったラインナップになっています。 はいえー、っと青木さんは何か気になったのありますか、うん、あの国葬の件はやっぱりちょっと気になりますよね、うん、もう9月27日でしたっけ、やるってことなんですけれど、はいまあ、おそらく政権は、今更さら引っ込められないってことで、まあ、このまま突っ張るんでしょうけれども、鈴木さん紹介してくださったように、まあ、産経新聞でもっていうか、まあ、世論調査なので、はいうん、どこの新聞がやっても基本的には一緒の結果が出るんですけれども、うんあ、多数の人が反対をしている中で。うん 100歩譲ってやるのだとしてもですよやっぱり国会できちんと議論をして、はいうん、で今後例えばやるとすればどういうその基準で国葬をするのかはい、はい、あるいはその予算も、ねうん、そ,のそもそもあの予算をどう使うのかっていうのがその国会の一番最大の義務なわけですよね、うん、そこで話し合って、はい、我々の代表者である国会議員が。うんうん その予算我々の税金をどう使うのかっていうのを国会で話し合って決めるっていうのが財政民主主義の一番基本的なところなので、うん、やっぱり基本的には国会で議論をし、うん、必要であればきちんと法的根拠を作って、うん、その国葬をするっていうことをしないと今後に過根を残すし、うんうん、あえて言うんだったら。うんうん 僕安倍晋三さんに対して僕は批判的でしたけれども安倍晋三さんという政治家の今後の評価ということも考えても下手するとだって国葬のときに海外からいろんな指導者の人たちが来るのかもしれないけれども場合によっては国葬をやっているときに反対デモが起きるようなことになるでしょう、おそらくねそうなると安倍さんにとっても僕決して良くないような気がするんですけれどもどうなんでしょうかね。か意見として コスパの問題でとってもこれはあれ,あれだっていう意見の人いるけどコスパがな外国から要人がたくさん来てあの金もかかんないしみたいなこと言うけどまあその前にやっぱり今青木さんがおっしゃったようにどういうルールとどういう基準で国葬っていうのをちゃんと位置づけてそれがまずないとでなくてやるのはちょっと。 おかしいよね、うん、それともう一つこれ閣議決定という話でね,でね俺一番引っかかるのはね閣議決定でいろんなこと決まっちゃったらだよ、うん、こっちにある国会でここには与党も野党もいろんな国会議員の人が背中に何十万票って票をし負ょって国民の声をこの国会で、うん いろいろ意見を言おうとしてる人たちが与党も野党も含めてここにいるわけだよ。うん、で閣議決定で <laughs> 決まっちゃったらこの意見いらないじゃん。おっしゃる通りです、うん、この意見,意見なくていいっていう話じゃん。はい、じゃあもうもう全部ここで決まんならやだよ。もうこれ全部 <laughs> 何のために私たち選ばれたんでしょうかって、みんなが首をかしげる話になっちゃうじゃん本当にまさにそこが、うん、その民主主義の一番基本なところで、うん、国会から、その多数派の与党から、うん、その政権を作るんだけれども、うん、でも与党も野党も、うん、行政府をきちんとチェックをするのが国会の役目だから。うんうん だから例えば2.5億円安いか高いかという議論ではなくて、はいうん、その2.5億をそういう使い方していいのかというのを国会で議論をする、うん、あるいは国葬というものが果たしていいのかということを国会で議論する、うん、やらなきゃいけないのに国会は今、今、うん、開いてないですからね、うん、閉会中審査しかやってなくて、うんうん、そういうその与党とか政権が緊急事態条項を欲しいっていうんだけど緊急事態じゃなくたって今、国会やってないじゃないですか。はいはいはい だからそんな自分たちに都合のいいようなものの考え方ではなくてやっぱりきちんと国会で議論をしてさっきも申し上げましたけれどもこの2.5億でいいのかあるいはそもそも国葬をやることがいいのかでやるんだとするんだったら法的根拠を作ってこういうルールで今後やりましょうというふうにしなくちゃいけないのが一つともう一個だけ付け加えておくと吉田茂首相の時って。 テレビとか、ね、ラジオとかが結構ね、うん、その完全に追悼モードになっちゃったんですね。はい、でやっぱりこの国葬っていうものの最大の問題点っていうのは、うん、やっぱり思想信条っていうのはそれぞれあって、うん、それは自由ですよね憲法が定める通り、うん、なのにこう追悼の押し付けるようなムードにだけはしないようにしないといけないなだから、うん、その国葬は国葬でもちろん安倍さん追悼する人はいてもいいんだけれども。うんうん やっぱりメディアはそれに対するこう批判的な視座も含めて、うん、安倍さん亡くなって残念だ悲しいっていうようなムード一色にだけはならないようにしないといけないいいとけですよね,、うんうんうん、ねこの次の話題にもつながるけどなんでもかんでも閣議決定だと言ったらさ、うんはい、こらこらこらと。うん お行くこの声はこのマイノリティの声はどこに反映するの、はい、この人こんなこと言うと全部届かないって話になっちゃうじゃん、うん、国会でやんないんだから、はい、ま閣議決定俺ちょっと多すぎるよねと思ってんだよね、うん、今までのいろんなことに対してね、うん、はい、えー、と届きますでしょうかもう1つ最初の方に移りたいと思いますはい えー、東京新聞の一面にあります、うんえー、岸田総理の原発政策突如転換というニュースです。うんえー、原発の運転期間の延長に加え、新増設や建て替えを検討する方針も表明したということで、うんえー、これは24日のグリーントランスフォーメーション実行会議でのことです。原発のの新増設ななどの検討を表明したとということなんですが岸田総理は2020年、うんうん 自民党総裁選時に出した著書では将来的には再生可能エネルギーを主力電源化し原発への依存度は下げていくべきだと主張していたんですけれども突如の方針転換ということなんですよね。うんうんうん えー、主な政府が新たに示した方針としては、原発の新増設、うん、そして最長60年の運転期限の延長を検討、うん、そしてテロ対策の不備が指摘されている、うんえー、東電柏崎刈羽原発など7機の再稼働を目指すというのが柱になっております総理が前におっしゃってたことを翻して、今度は。 原発政策こう首相があの原発に頼っていきますよということを言ったわけですよね、うん、青木さんいかかがですかこれはあのー、原則的な話で言えばね、うんうん、まず一つは核のゴミなんかの処分方法なんかも、まあ、これは日本だけじゃない、世界的にそうですけれども、全くこう決まってない、トイレのないマンションだと言われているの、うんうん、状況は変わらないし、さらに言えば、その福島っていう世界最悪クラスの原子力発電事故を起こして、 いまだにその後始末も全然ついていないし福島では万の単位の人たちがまだ避難生活を送られている中で各国再生可能エネルギーに舵を切る中で日本がこんなことしてていいのかというのはあるんですけれどただ、僕ちょっと不思議なのはこれなんで岸田さん今こんなことを言い出したんだろうかなこれ現実的に考えると再稼働ですら今現実的にはできていないわけですよね、なかなかね。その中ででで新設なんんてきるすか うん、だって今、じゃあどこで原発新増設するんですかどこで新増設したら地元も認めるんですかなんていう場所ないですよね、うん、ツイッターではあの国会議事堂の裏って言ってましかそうかもしれない東京のど真ん中に作るっていうね,いっ安全ならねだってそういういことです、うん、だから、でもただ非常に非現実的なことをどうしてこの段階で言い出したのか。うん、僕は政治記者じゃないので その岸田さんや岸田さんがなぜこういうことを言い出したのかということをビビットに取材しているわけじゃないんですけれどもでかといって岸田さんがこれに本当に政治生命をかけて原発を使うんだということにこうなんか,こうかけるという印象もないんですよね。だからどうも役人たたち特に経済産業省あたりの 原発再稼働だったりとか原発にしがみつきたい人たちの意向を受けて、うん、なんか一種の観測気球を上げてるのかなと、うん、世の中のこう雰囲気というかね目線をそらすあるいは、うん その原発のにこう非常に固執をしている経済界なんかに対してもしかするとこう政権としてね支持率が下がってきたのでこうちょっといい顔をしようとしてこういうことを言い出したのかなとなんかいまいち僕は本気でこういうことを言い出したという感じはしないんですけれども、ねうん、あのなんか原発が日本中にあるじゃない、うんでまあ、あれ稼働してなくてもあれだよ、ね、あの危険度は変わらないんだよね稼働していようといまいと。はい 危険度変わらない、うん、あれもな半径20 200キロぐらいでこう囲っていくのね原発のあるところそういう地図がツイッターに上がってたんだけど、うん、もう日本全土が囲まれてるみたいね半径200キロってなると、うん、まずは避難のは半径30キロで避難しちゃいけなくちゃいけないんだけどこの原発は鈴木さん、はい、あのー。 94万人人ぐらいの人が東海第二原発に関しては30キロ圏内の人口が全国最多のおよそ94万人に当たるということですそして、えー、14市町村のうち、うんうん、その9市町村は避難計画の策定すら現在できていない状況ということなんですねこういう意見がもう本当にこんなところでこう避難のもないところでやるのかという話になるとうん、うん、現実的じゃないじゃない。はいうん、そうなっ ってくるとなんか今青木さんのおっしゃったみたいになんかこうアドバルーン一個ちょっと上げてみたいな感じも漂うねうん、うん、まあちょっと本気とは思えないし、うん、できるとも思えないし、うん、本気とも思えないし何のつもりなのか、うん、ただし、うん、本当にその原発ってものにしがみつくっていうことがこれからのエネルギーのありようだったりとか、うん、世界のエネルギー動向に確かにね ロシアによるウクライナ侵攻で料費なんかが高騰しているというのはあるんですけれども、はい、それでいいのというのはちょっと真剣に考えるべき局面だと思いますよ。さあ今日も始めましょう。